ここを見つけるまでにもう10年ぐらいかかってるからね。ここがその自分の意識の原点、うん、記憶はここでぴっつりと切れてる。だからここはまあある意味心のふるさと。この土地が見つかって、でやっぱり自分の考えているその建築物っていうのはアートに近いなと思い始めたわけですね。はい、じゃあここから測るから巻くよ一回。この修羅の仇は刺そう、何のとの神のリスネとや。個人の記憶をより遡って、その人類の記憶っていうのを非常に自分のアートのテーマにしてきたわけだから、どうやって心は発生したのかと、人間に、人類になんでその自意識というものが芽生えたのかということが僕の一生のある意味のテーマなわけなんだよね、うん、だからそれが、だから古代人が見た海というのが海の雲、その作品の始まりなんだけども、太陽の運行というのは海があって、そこから太陽が昇って、それで時間が経過していって1年がまた帰っていって、そういうね、あの春夏秋冬があるとか、外界を意識する心の発生というのが太陽信仰とかね、当時を祝うとか、そういうものと、もう世界の古代文明でどこでもそういうものがあるわけで、その古代の祭礼っていうかな、祭秘、だからそういうものを、まあ、自分でもう一回アートとして作ってみて、その時の古代人の心の再体験するっていうのをやりたいなと思った。いい天気だ。セリフも言わないで。時間スケールが古代のメンタリティ、だからもう5000年前、1万年前というスケールで考えている建物なので、これあと5000年経った時にどうなるかということを想定されて設計されているんですよ。ガラスは全部飛んじゃってなくなって、屋根もなくなっていると。でも大谷石の壁が 100m バーンと、これ何だったのかなと、なんかドロドロになんか角が丸まっちゃってて、でツタは絡まってるだろうし、死に向かっていくっていうのは人類のその原初にまた戻っていくっていう、こう循環してる感じってなるわけ。何かこうプーッとこう消えていくんだけども、その消えていくものは完全に何もない世界に消えていくんじゃなくて、なんかこういう生命力がこうストックされてるようなバーっていうのがあって、そこに一旦帰っていくみたいな気がするね。